皆さんが思ってる神ゲーからですね、ほど遠いと思います。僕はちょっと変わり者なので、波動拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本芳樹です。今日もよろしくお願いします。おっす。今日はですね、本当にお祝いをしたいなという気持ちで動画一本撮ってます。ファミリーコンピュータ、通称ファミコンですね。ファミコンの生誕40周年記念です。よっ。40年前の7月15日に、発売されたそうで、僕ゲーム業界歴42年43年目みたいな状態なんで、まあファミコンよりちょっと早くにゲーム業界いたのかななんですが、そんなファミコンのですね、生誕40周年を記念してですね、岡本芳樹が思うファミコンのその神ゲーっていうのをですね、10本ほど紹介してみたいと思います。まあ、今更ね、皆さんが遊ぶ機会っていうのはそんなにあるかどうかっていうところは難しいと思うんですけど、逆に今遊んだとして、あの当時のあのハードスペックの中で作ってたあのゲームが本当に今の人たちに刺さるのかどうかってちょっと僕には分からんんですよ。ただ僕は久しぶりに遊んでもめちゃくちゃ楽しいっていうですね、思い出補正みたいなのがものすごく大きくかかってて、今でもそのゲームを年に1回ぐらい引っ張り出しちょこちょこっと遊んだりしてますみたいなお話になりますんで、よかったら皆さんもですね、まあ遊んでないんであればちょっと手に取って遊んでいただきたいなと思ってます。ということで、今日の動画面白かったなと思っていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。スレッズとインスタグラムと、Twitter と Facebook もやってます。よかったらフォローしてやってください。大変喜びます。まあ、あの10タイトルちょっと発表しますんで、皆さんが思ってる神ゲーからですね、ほど遠いと思います。僕はちょっと変わり者なので、あんまりアクションゲームに寄ってないんですよね。アクションゲームが多かった印象があると思うんですが、そっちのにそんなに寄ってないですよ。僕も言うほどゲーマーでないのもあって、ああそういうゲームなんですね、うんみたいな感想を持たれるかもしれません。なんですけど、まあとにかく僕が大好きだったっていう10本を発表します。1本目、スーパーマリオブラザーズ。まあみんな知っとるわな知ってますわね、さすがに。なんですけど、これ任天堂がやっぱりこう、宮本茂さんが今までいろんなことやって、本体も500万台出たし、そろそろファミコンも終わりだねって言って、本当に最後の最後の1本やりたいこと全部やって終わろうぜって言って作ったのがオリジナルのスーパーマリオブラザーズってゲームだったわけですね。これがですね、驚きの連続ということでですね、まあ皆さんが、いやその当時に、まあ、一緒にゲームクリエイターをしてたらもう肝冷やすと思うんですけど、どうしてこんなにいろんなことを思いつくのかわからんぐらいのレベルで、その容量の中で全部が収まったんですね。もちろんその思いつく人もすごい、その技術者もすごいってことですね。このバランスもすごくてですね、どう言ってるのか分かんないけど、まあなんか群を抜いてる、何世代も先を行ってるゲームっていうのが作られた印象でした。でそれが最後になる予定って言ってたんですけど、それから火がつくってことで、ファミコンはもう全世界にその火がついてドカーンって売れていったわけですけども、そのきっかけを作ったゲームです。まあ、だいぶ遊びました。でファミコンを普及させた最大の功労者とも思ってますんで、まあ、僕の中では一番最初に一応名前を挙げさせていただきました。で2番目がドラクエのシリーズですね。これがですね、どのタイトルってわけでもなくって、ただドラクエのシリーズですと、ファミコンで出たね、まあ1が一番やっぱりインパクトはありました。で、あそうなんやっていう、そのゲームってアクションできひんでも遊べるようになるんや、なんかゲームってなんとなくこう反射神経、動体視力みたいなところが問われるものが多かった中で、全くそれが問われない選択コマンド型みたいな新しい世界を切り開いてくれたゲームですね。でまあもちろん絵は、まあ僕が言うのも失礼ですけど、通常の絵はしょぼい、ところがパッケージのイラストは素晴らしい。今までそんなすごいパッケージの絵を見たことがなかったので、パッケージの絵すごい。で音楽、こんな音楽鳴らすと誰も思わなかったみたいな壮大な音楽が流されて、これもびっくり。で戦闘画面、これもですね、鳥山明さんが全部デザインされたと思うんですけど、キャラクターと主人公たちが戦っていくってことですね。絵もめちゃくちゃ良かった、敵の絵が。でいろんなことを割り切ってるので、
今となってはっていうところはあると思いますけど、その当時における臨場感みたいなのがよく出てました。で、絵が可愛いのでなんか嫌な感じがしないんですよね、やられても。ということでですね、とにかくいろいろ発明されてますよ。その橋を渡ると急に怖くなるとか、お買い物ができるものが少ない、お金があんまり入らない、少ないんでお金を貯めるため家の周り、町の周り、城の周りをくるくる回るんだけど、その時に勝手にレベルも上がってしまうとかですね、ゲームのマスコットとなるスライムっていうのが最初からいてて、そいつと一番出会うとかですね、あと経験値上げるのがめんどくさくなった頃に経験値がたくさん入るハグネメタルっていうのが現れて、ズチャ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 っつってこうやったら手に入るんだよみたいな方法があったりとかってことで、本当にエポックメイキングだったなと僕は思ってるんですけど、そのドラゴンクエストのシリーズっていうのはですね、やり倒しました。で、次3番目になるのかな、ファイナルファンタジーのシリーズ FF と言われてるやつですね。これはですね、バッテリーバックアップっていうのが最初に搭載されたんですね。で、それまでファミコンのカセットでバッテリーバックアップなかったので、復活の呪文っていうのを入れたんですよ、ドラクエでは。で、 FF はまあドラクエと同じベクトルにあるものというふうに僕の方では捉えてるんですけど、その中でやっぱり一番の発明は、まあ、高速で移動するとかね、飛空艇で高速で移動するようになりましたとか、いろいろあるんですよ。ありますし、4人がずらずら並んでんじゃなくて、まあ、1人だけ表示して動くことによって点滅しませんよとか、いろんな売りはあるんです。あと表示の優先順位、プライオリティを切り替えて草むらの中歩いてる見せたりとか、いろんなことをですねやってくれてて、本当に素晴らしいんですけど、技術的にもなんですけど、それよりは僕はそのバッテリーバックアップをさせてくれますっていうのがやっぱ嬉しくてですね。あとはパーティーを自分で選ぶ、こういうパーティーにしたいんですよみたいなゲームの取っかかり、まあ、ドラクエで決まりがあったので、ね、このメンバーで行ってくださいみたいな決まりがある中で、 FF はメンバー変えてあなたの好きなパーティーで行ってくださいねみたいなところが良かったなと思ってますってことで、かなり FF 遊ばせてもらいました。この今言った順番、これ別に1番好きだとか2番とかいうわけじゃないんですけど、まあ、とにかく遊んだゲームの3本になります。次4番目かな、次が三国志中原の覇者、ナムコさんから出てたんですけど、三国志の統一を目指すシミュレーションゲームなんですけど、どの武将から始めますかみたいな性格診断をして、やりたい武将のところに性格診断で持っていくわけですけど、結局でそれで始めて、で指令書みたいな、命令書だったかながあって、その枚数が増えると行動数が増えるみたいな、で弱っちい部署も勉強させたり訓練させたら強くなったり賢くなったりするみたいなので、何としてでも統一はできるんですよ。統一はできるんですけど、まあサクッといけるかいけへんかみたいなところがあって、わりかし、全国統一するのに時間のかかる系のゲームでした。でそれも、まあ、うまく敵を捕虜にしたりする方法もあったので、味方は勝手に増えていくと。でなかなかに脇の甘いゲームで、敵が寝返りやすいような状態でも攻め込んでくるんですね。でその脇の甘さが良かった。で自分の中ではその、縛りプレイっていうんですけど、何々しかしないとか何々を絶対にするとかってこういっぱいこうルールを作ってですね、自分の中の縛りを作って遊んだゲームです。かなり遊びました。だいたいシミュレーションゲームとか RPG とか好きなんですよね。アクションゲームが得意じゃないので。今でもカセットいっぱい持ってます。10本ぐらいは持ってると思います。次が、ホトトギス、まあ不尿器って呼ばれたりとかすると思うんですけど、こちら、ディレクターが元デラゲーの社長の岡野治美がやってたやつなんですけど、まあだから好きで推してるわけじゃなくて、出会う前からずっと遊んでたんですよ。とにかく、よくできた日本の戦国時代のシミュレーションゲーム、まあ言うたら信長の野望みたいな感じでさ、で全国版なんですけど、しょっぽい画面で遊ぶんですけど、これが好きですよ、たまらんくて、ハマってる時代は毎日1回朝ささっと全国統一をして、それから仕事始めるぐらい、ハマって遊んでました。なかなかに地味なゲーム画面なので、まあ、皆さんがどっかで検索して画面見たとしてもですね、その画面ですかみたいな。そうなんです、ファミコンの時代でさえ超地味なゲーム画面だったので、遊んでる人あんまいないんじゃないですかね。そんなに出荷本数も多くないんじゃないかなと思いますけど、僕の中では僕が遊んだという意味では神ゲーでした。6番目はですね、グラディウスです。コナミさんがアーケードゲームで出したゲームなんですけど、バブルシステムとかだかっていうオリジナルハードで出した第2弾だった気がします。ツインビーグラディウスだった気がします。本当に名作が続いて、
こんなにコナミってすげえんだ、いやもう退職した後だったのでね、ですげえんだ、とても勝てないわって思うぐらい、すごいハードだったんですが、そのゲームをかなり忠実に再現してくれてました。めちゃくちゃ遊びました。まあグラフィックもいいし、そのゲーセンのグラディウスも面白かったのもあって、余計にこうみんなハマってですね、むちゃくちゃ遊んでました。こんな面白いゲーム世の中にあるぐらいの勢いで攻略しました。まあ、他の人にとっては多分難易度がぬるかったんでしょうし、僕にとってはちょうどいい手強さというか、やったりやられたりみたいな感じで遊んでましたね。で、まあ、有名なコナミコマンドと呼ばれる上上下下左右左右 BA っていうのが多分このゲームの隠しコマンドとして最初に入れられたんじゃないかな。その後それを入れると死んでしまったりとか、時期がですよ、バーンって爆発してみたりとか、いろんなことをコナミはやってくれてますけど、でファミコンの最初の頃本体の売り上げをだいぶ引っ張ってくれたタイトルなんじゃないかなと思ってます。7番目がゼビウスになります。ゼビウスもナムコがアーケードゲームとして出したものを移植したものになるんですけど、結構早いタイミングでファミコンに移植されて、100万本でいいんですかね、100万カセット、結構早いタイミングで売ったタイトルです。一番やったんちゃうかな。でアーケードゲームのその臨場感みたいなのを上手に表現できてて、まあ、僕としては移植度はナンバーワンなんじゃないかなと、アーケードからの移植度はナンバーワン1位なんじゃないかなと思ってるぐらいのタイトルです。まあ、アーケードゲームもあまりにも好きで、会社で買ってもらって、で、まあ、1日1回や2回や3回ぐらいは挑戦してました。でその当時アーケードゲームの1000万点への道みたいな本が出版されて、誰が売ってたかもちゃんと覚えてますけど、あんま言わないですけど、同人誌みたいなので攻略本が売られて、その攻略本を読んで、まあ、1000万点へ向けて頑張って遊んでました。実際に僕は1000万点行ってません、200万点も行ってね、百何十万点、まあ、1週半とか2週とかそれぐらいのスコアだったと思いますけど、なかなか、僕みたいな下手くそではいかないんですけど、1000万点へ向かって皆さん頑張りますみたいな、カンストしてゲームが止まるらしいんですけど、までやるというゲームになってたそうで、なかなかにいいゲームだったです。で、それをかなり上手に移植したゲームだったので、まあ、僕らも遊んでました。といってもあのパッドがね、僕ファミコンのパッドがうまく使えないんで、スコアはアーケードのがやっぱりよくって、どうしてもそのコンシューマーの、まあ、ファミコンのコントローラーっていうんですか、あれではうまくできなかった思い出があります。それでも自分の家にアーケードのゲームが来るっていう印象で、僕の中ではすごく嬉しかった。それがカセットになってなんか飾ったりとかしてましたね。ということで、皆さんがまだ遊んでないようだったらですね、一度遊んでいただけると、その頃僕たちが何を感じてたのかみたいなことを感じられるんじゃないかなと思うほどよく移植できてます。8番目がですね、ファイアーエンブレムになります。ファイアーエンブレムはですね、僕の目ん玉が飛び出るぐらい驚いたゲームなんですけど、まあシミュレーションゲームと RPG を足したようなゲームなんで面白いんですよ。面白いんですね。でファンタジーの人が、まあ、これ好きなんですよね。で好きなもの全部がくっついてるんですけど、ミスを許さないっていうことですね。そのゲームの途中で死んだキャラクター生き返らないっていうルールだったんですよね。なので死なせたくないんであれば死なない状態で進んでいくしかない。でそれが、まあ、ハードル高くてですね、なかなかに、やり込まなければいけない、なかなか先進まない、面数そんなないのにこんなに苦労するみたいな、こんなに時間取られてるみたいなゲームで、本当に悔しいんですよ。ギリギリのところで死んだりとかするんで、クリア寸前に死ぬとか、クリアできる状態になってるのにクリアせずに、闘技場で戦ってたら闘技場で死んじゃったとかですね、もう一回やり直したんですよね。どっか途中でセーブできるとかないってことでですね、本当に知恵が吐くようなゲームだったんですけど、それが好きだった。それがファイアーエンブレムだと僕は思ってて、難易度が低いバージョンもちょっと出たりとかしてますが、今現在も僕にとってはきつくてたまんなかったあれこそがファイアーエンブレム、あれをもう一回やってみたいと今でも思ってますってことで、おささせていただいてます。9番目がゼルダの伝説になります。ゼルダの伝説は本当にファミコンなのかって言われるとディスクシステムなのかもしれんので、もしかすると違うかもって思うかもしれませんが、確かカセット版も出てたような気がします。まあ、RPG とは何ぞやみたいなね、ものを、まあ、僕に教えてくれたゲームです。アクション RPG ですね。こんな素晴らしいんですねと、謎解きってこんな楽しいんだみたいな、
これしか解けないんじゃねえのって毎回思うんですけど、今のゼルダも本当素晴らしいですけど、今のゼルダもあのゼルダがあるからこそ今のゼルダがあると思ってて、ちょっと突き放した系のゲームで当たりもきつめだったりとかしますけども、ぜひ遊んでいただけたらなと思います。ちなみにゼルダはお姫様の名前なんで皆さん知ってると思うんですよ。リンクっていうのが主人公の名前です。リンク、大概のリンクが左利きです。宮本茂さんが左利きで、ご自身がディレクターされたことで左利きになったんじゃないか説もあったりします。どんな思いで左利きにされたんでしょうってことでちょっと分かってないんですけど、まあ、その辺もなんか皆さんが知ってたらコメントしといてください。最後10番目、ファミコンウォーズになります。これもウォーシミュレーションゲームになるんですけど、まあバグがあって AI がおかしかったんで相手が手を動かさなくなるとか、ずっと思考中思考中って言ってずっと24時間思考中になったり、もう出てこなくなったりとかするんですけど、そういう系のちょっとがっかりなところはあったものの、初めてファミコンでウォーシミュレーションを採用した、それをまあ任天堂がやってくれたってことで新しいジャンルの開拓にもなりましたし、対戦もできたのでネチ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 と2人で遊ぶこともできました。結構どころじゃなく面白かったので、ぜひ皆さんもですね、今でも遊びますので、今でもぜひ遊んでいただけたらと思います。ということでですね、僕のファミコン生誕40周年を記念して僕の思う神ゲー10本っていうのをですね、ちょっと軽く紹介させていただきました。ちょっとどれも好きすぎて話ちょっと長くなってしまいましたけど、最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。また次はスーパーファミコンのとかどうせやることになると僕は思ってるんですけど、その時もまたお付き合いいただけたらなと思ってます。皆さんの思うこれだけは押してほしかったゲームとか、僕はこれだけは本当にやり込んだゲームなどありましたらですね、コメント欄に書いておいていただけると参考にします。でまた僕もあそうでしたねっていうことであれば、そのタイトルを取り上げて昔話をしてみたいと思いますということで、今日はここまでになります。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。